おはようございます。夢人の夢人にある夢人のための情報番組、土曜朝の気分はウェイウェイ、上村ひらです。よろしくお願いします。はい、ということでですね、なんと11月の30日でございます。もう来月、てかもう、あ、明日？明日か、12月、12月ですよ。師走ですよ。ほんまに師走っていう感じの通りの、いや本当にね、早いで、早いよ、走る走る。もう街中にさ、もうおせち料理とかがさ、うん、こう出て始めてさ、うん、早いな。クリスマスもまだ来てへんね。ハロウィンも来てない時からさもうクリスマスだとかさ、うん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 、おせち料理予約とか、そうそうそう、早いで、早い早い早いよ。やのにさ、季節感ちょっとまだ追いついてない感じがさあの収録日現在まだ薄手でもいけるでみたいなぐらいで、ちょっとだってさ、えぐかったのがさ、もう11月入って、うん、もう10日も過ぎようちゅう頃にもかかわらず、うん、全然 T シャツでいけますけどみたいな、おかしい。街中半袖の人もだね。まあ、そんな感じで、今年の冬がやってまいりましたという感じだと思います。はい、さあ、そんな11月30日はどんな日なんでしょうか。はい、なの今日は何の日？コンビニの日。来た。来たよ。来た。ちょっと、おんの？どこ？おんの？おれへんの？あれ？どうしよう、なんかこんな絵はい、どんな日なんですか。はい、はい、本みりんのメーカーで構成される全国みりん協会、はい、出ました、みりん協会、みりん協会来たよ。本みりんの日事務局が制定しました、うんうん、日付はいいみりん、うん、来た、まあ、わかってですねと読む語呂合わせと、うん、鍋物や煮物、おせち料理などで本みりんを使う季節、うん、まあ、いっぱい使う季節であることから選ばれました、うんうん、日本の伝統的調味料である本みりんの優れた調理効果をより多くの消費者に知ってもらうことが目的で、うん、まあ、この日を記念して公演や料理トークショーなども、おー、すごいね、などイベントが開催されたりもするということで、まあ、みりんは前もねちょっとだけど、本みりんと普通のみりんと、はい、そうそう、みりん風みたいなと全部違うよっていうので、そうそう、これは本みりんの日でございます、はいはい、なんでこのあかんやん、いや、っていうか、もうなんで来てないの今日こそ来なあかんね、ほんまやで、ちょっと交渉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 、中島交渉は、ね、本みりん研究家やったよ多分もう今日は家でいっぱい飲んでると思う。いや飲むよね、そりゃでも飲みすぎたらあかんのよ。そうなの、そうそうそう、あの割とアルコール度数高い、うん、はい、あの本みりんはね、あの本醸造されたちゃんとした醸造された本みりんはあの割とアルコール度数が、そうそう、酔っ払っちゃうんです、はい、そうなんですよ、飲みすぎちゃうで、みりんサワーをね飲んじゃったり、あとあの、バニラアイスに、うん、本みりんかけて、かけすぎて酔っ払うっていう、ね、夏の方が美味しいよね、絶対うまいうまいけど、絶対に皆さんやめといた方がいいのは、うん、本みりんサワーを飲みながら、バロットはやめてください。あんた危険です。もうね、あの鼻血だけじゃなくて耳から目から血出てくるやめときましょう、はい、はい、そしてもう一つが、うん、シルバーラブの日。お、ま、ホワイトラブじゃないのね、シルバーラブ、はい、1948年、うん、昭和23年のこの日、歌、うん、人の川田純さんが弟子の大学教授夫人と共に家出しました、うんうんうん、当時川田純さんは66歳で、はい、3年前から続いていた教授夫人、40歳、はい、との恋の行く末を悲観して、はい、死を覚悟しての行動だったが、はい、養子に連れ戻された。その後、うん、2人は結婚した。川田が呼んだ墓場に近き、おいらくの恋は恐るる何もなし、うん、から、おいらくの恋が流行語となった。以上でございます。いや、ちょっと待って、どっから突っ込んだらいいのどっから突っ込んだらいいの、ね、呼んでる私もどっから突っ込まれてもどうもできひん。いやいやいや、ちょっと待ってこれもうめちゃめちゃこれ、あの、まず、弟子の大学教授夫人というのは、これ弟子が大学教授なんじゃなくて大学教授夫人が弟子っていうことだね、これまずね、うん、そういうことですよね、うん、お弟子さんが
大学教授夫人やったんですね、うん、そうですね、大学教授のお弟子さんの夫人じゃんだよね。この関係がね、結構ね、うん、あの人間関係を表す上ではすごく大事なの。多分そういうことですね。教授夫人やからね。教授夫人からね、うん、はい、で、その弟子の教授夫人と、逃げました。あ、そうです。で、死を覚悟して逃げました。逃げました。そしたら、養子、まず養子、養子誰、養子に連れ戻された。養子ってだから川田さんの養子ね。多分ね、養子がいたんだね。うんうん、川田さんが連れ戻したわけね。で、連れ戻しました。戻されたやから、川田さんの養子やね。うんうん、だから、ね、川田さんの養子が連れ戻したのよ。あ、そうそう。で、連れ戻したら、うん、なんすか、その後、二人は結婚した。いや、だから、もう間はしょりすぎやろ。間はしょり、で、だってまず大学教授とその夫人が離婚せなあかんわけやから。すごいね。いろいろ多分、あの、ウィキペディア載ってるんで。いや、載ってるはずやね。皆さん、ウィキってください。あの、いっぱい長文で載ってるんで。いや、すごいな。待って、自殺を図ったとかもある。おお。図ったんや、一応。ね、自責の念に、あ、離婚に至る、うん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 、自責の念に、耐えられず、耐えられなくて、はい、その年の11月30日、家で、12月1日に、その亡き妻の墓の前で自殺を図る。お、一命を取り留めたが、お、家出の際に友人に宛てて遺書を送るとともに、なんだ、新聞社になんか告白録などを送ってきたことから、さっきの一節ですよ、うん、はいはいはい、なるほどなるほど、なんか自殺未遂のなんたらが報道されて、うんうん、なんかすごいことになってる、うん、これだけで一本いける。いや、でもあの歌、歌もう一回読んで、歌もう一回読んで。墓場に近き追い楽の恋は恐るる何者もなし、うん、さすが歌人やね。すごいよ。すごい力強い歌やね。このもうあの今あの大河でやってる光る君へみたいな、そのなんかふんわりしたなんか柔らかい感じじゃなくて、超力強いガチッてなんか鈍器で殴られたみたいな、なんかすごい。朝からヒートアップしすぎやろこれ。すごいねこれ。もうなんかこれの映画撮るとしたら、あのでもね、おいらくの恋って言って思ったらもうあまりにも当たり前やから、うん、もうシルバーラブしかない。やっぱそれが一番いいタイトルなんで、うん、お願いします。最善で見に行こうかな。大変やな、シルバーラブ。あ、でも俺ちょっと一個その割と落としいった人が恋愛するって話をちょっとあのいっぱいある中の一つとして、うんうん、あのその話を言うっていう企画をちょっと考えてるんですよね。お、うん、でも面白いと思う。おもろいね。これちょっとモチーフにしたら、もう自殺図らない。自殺図ろうとするけど要請へん。そこまでいかない。そうそういう感じでなんか面白くやってみるのもいいかもね。面白いで、はい、ちょっと気になった方は見切ってください。はい。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございます。盛り上がりすぎたね。オープニング盛り上がりすぎたね。重かった、ね、熱いわ今。本ミリもおもろかったけど、シルバーラブもおもろかった。はい、なかなかの内容でした。はい、ということで次のコーナー行きたいと思います。はい、はい、シネマどんぶりはい、ということで、今日は、まあ、あの、今日もゲスト、今日はゲスト、今日はゲスト、はい、もしかしてここにいた人ですか。ん、うん、が、来てるはずなんですけど、おい、どこ行ったの。おい、どこ行った。ちょっと呼んでみる。せーの、松村さん。はい、関西宣伝の松村さんでございます。先週、先々週とお疲れ様でした。ありがとうございました。今日はゲストとしてやってまいりました。超かわいい反応ね、いっぱいね。はい、はい、はい、でということで今日はですね、ゲストとしてお越しいただいたんですが、はい、どんな作品のご紹介を。はい、ですね、はい、まあ、まずは公開情報ということで、うん、12月の6日、はい、金曜日から扇町記念をアップリン京都で公開予定の「薫の葬式」という映画の紹介に、うん、葬式の話ですか。はい、まあ、今年の大阪アジア映画祭で、はいはい、まあ、ニューヨークにジャパンカットでね、有名な紹介する、はいはいはい、うん、
それのジャパンカッツ、はい、大阪アジアのジャパンカッツで受賞した、うん、あまあちょっとアート系の作品です、うん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 。なんで人は死ぬの？あの子の父親横谷さんですか？嫌い。あんた嫌いじゃないんだ。人を蹴落としてのし上がった天罰がバーンこの女に落ちたんだよ。どこにもおらん。今の日本でさ、オリジナルの企画とか飛んだよ。どこまでも甘いんだよね。はい、今日はいい。葬式っていう、まあ、あの関浩二さんかな、はい、が付き合ってた、はい、で結婚してで、別れた奥さんが亡くなって、はい、岡山で、はい、でその田舎で喪主に、うん、まあ、このちょっと変わった設定なんですけど、ね、はい、もう別れてるんですよ、その喪主にその旦那さんを、うん、元旦那を、ね、元旦那を遺言で、はい、示したとというところで、その彼がその岡山の葬式に行って、うん、お通夜葬式で、うん、自分の骨が海に散骨してくれと、はい、で散骨するまでの、はい、そのまあ葬式でのいろいろな人間模様ということで、その中に過去のね、そのカオルとその旦那さん、うん、はい、元旦那さんがどういうふうに出会って、はいはい、どういうふうに結婚生活して、うん、どういうふうに別れたか、うん、というのは、これね、画面自体が重津子の映画なんですけど、はい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 、その過去に関してはスタンダードサイズで、おお、なるほど、要するに見てて、うん、分かりやすいんですね、分かりやすい、はいはい、あ、これは過去の、はい、物語と、うん、いうことで、ここでも不条理ダークコメディって書いてあるんです、はいはい、まあ、確かにね、登場人物お葬式なんで、はい、いろんな登場人物が出てきて、はい、うん、で、あえてね、だから多分これフィルマークスとか、はい、そういうのを見るとちょっとお話が分かりにくいっていうところもあるんですけど、はいはいはい、だからまあストーリーというよりもね、うん、これ先ほどおっしゃっていただきましたけど、スペイン、ポルトガルと国際共同制作で、はい、カメラマンスペインの、ああ、はいはいはい、うん、で、岡山の田舎なんですけど、はい、うん、なんていうんですかね、画面が違う、うん、うん、画面の、うん、なんていうんですか、雰囲気、うん、全然、最近の日本映画って、はい、まあまあ、要するに将来的にテレビとかやるとか、あ、そういうのがあってね、はい、ペラペラなんですよ、画面がはっきり言っても、いや俺も知らん知らん俺は知らんけど、いや、はいはいはい、いや、そうしないと、うん、テレビ売れないからね、そう、そういうの分かんないから、ペッタペラなんですよ、うん、じゃなくてちゃんと深みのあるね、なんかね、岡山の田舎なんだけど、うん、そう見えない、なんかヨーロッパ風ね、うん、だからなんかヨーロッパ映画とか見ると、うん、まあ多分向こうのやっぱこれは監督されている平瀬さんも分かってるんですけど、うん、日本の光とヨーロッパの光って違うんで、違う、違う、やっぱりそういうところでやられてるカメラマンの方なんで、その撮影が、うん、すごいなんか深みがあって、うん、すごく良くて、でこのシネスコサイズで撮ってるんですけど、はい、まあ、これもシネスコとかね、よく日本の、うん、ね、インディーズとかであるんですけど、はい、なんでシネスコで撮ってんのって映画が多いんですよ意味が分からないですね、意味が分からないって、やけどそのシネスコの画面の中でその人物配置とか、はい、カメラの動きとかが
実に的確で、なるほど、なるほど、だから俺はだからその物語はそれはそれなりにちょっと分かりにくいところ、うん、ちょっとシナリオが弱いところがあるのかもしれないけど、うん、そのなんか画面作りとか、うん、結構ね、あのドローンとか使って撮影とかあるんですけど、うん、はいはいはい、それがあっていうような、うん、ちょっとなんかこう画面に驚きがあるようなあれで、うん、でこれ出てきてる薫やってる方とか、うん、その旦那さんやってる人とか、うん、まあ岡山の役者さんとか、はい、岡山で撮ってるんで、はいはい、まあ、出てそんなに有名な、うん、多分結構あれやったら足立さんっていう方は、はい、多分広瀬さんにも、多分取材してもらったことがある映画とか出てある人なんですけど、がまあそれなりに、はい、だけどその他の方はそんなに有名な方ではないですけど、なるほどなるほど、はい、意外にこの薫さんやってる役とか、うん、関浩二さん、うん、その旦那さんやってる人も、うん、結構いいんですよ、うん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 、で何て言うんですかね、だからお葬式みたいなちょっと笑える、うん、コメディっぽいじゃないですか、痛みというか、はいはい、そういうのをちょっと期待するとそんな感じでもない、なるほどなるほどなるほど、薫の葬式やから、うん、お葬式かなと思ったらではない、いやではない、まあ、でもダークコメディって言ってますからね、ダークで不条理で、うん、で結構ね演出がね結構面白いなと思って、うん、なんかこうエピソードエピソード入ってくる、うんうん、まあ、そのなんか時勢がちょっとぐちゃっとしてる、なるほどで、なんか何かが起こった後に、うん、その結末を映さないんですよ、だからそれがなんか分かりにくいのかな、はいはいはい、だから なんかこう人に一つのちょっとエピソードがあって、うんうん、で何かなったとその後何かドラマがあるんかなと思ったらそれがプツッと切れて次のシーンになるんですよ、ね、そういうのがちょっと分かりにくい、でもその演出が結構、うん、アクセントになってるね、アクセントになって、はいはい、なんかこう時勢がグラグラするような感じが私は面白かった、要は そこでぐちゃぐちゃその話をこう引き継いでいくんじゃなくて、うん、プツッと切って次に展開されることによって、その後は何かあったんやろうなって、うんうん、例えばその主人公のその旦那さんを主役やってる旦那さんが、まあ、あることがあって、うん、ちょっと雨降る中、うん、倒れちゃうんですけど、はいはい、でその後どうなるのかなと思ったらプツッと次の日にこう殴られた後みたいに絆創膏つけてるシーンになってて、はい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 、その後そうなったんやっていうのが結構ないんで、そのだそこが多分物語を追ってる人間からしたらなんか混乱して、なんかこうそれぞれの深みがないのかなっていうのもあるかもしれないけども、うん、私はそういうとこが良かったっていう、たぶん想像させようとしてるんですよね、そういうような感じのってそのつまんでるっていう、つまんでる感じなんで、だから物語を追っちゃうと、うん、なんだかよくわかんないっていう感じだから、要するにその過去の薫とその旦那さんが、はいはい、まあ要するにある劇団におって、うん、でその中の役者、はい、旦那さんはやってた、もう今役者さん辞めて、うん、なんていうんですか、うん、なんか普通に仕事したんですかね、普通に仕事っていうピンク業界じゃないですけど、コール業を呼んでホテルで呼んで何かやる、その運転手とかに役者諦めて、うん、で奥さんの方は脚本家になってるみたいな、あるんやけど、そこに あんまりね、うん、そこもドラマもそんなには突っ込んでないから、その薫っていう人物がどういう女性やったんかっていうのは、うん、そこだけでもドラマになるんやけど、そこまでは突っ込んだ感じではないんやけど、なるほどね、そこがあれなんだね、多分監督にとっては、うん、メインディッシュじゃないんですよね、メインディッシュじゃないような、メインディッシュは多分その葬式というモチーフをモチーフ どうその浮き彫りにするかみたいな、そうそうそう、この人間のドタバタしたなんかの感じで、はいはいはい、結構俺は最近では非常に面白かった、うん、で、これが、何日からでしたっけ、これは12月6日12月6日からなんですよね、扇町記念場と、扇町記念場とアプリンク京都で、そしてですね、うん、一応予定では、うん、俺がインタビューする、あ、もうぜひうまくタイミングがあったらインタビューしていただいて、はい、
なので、まあ、ちょっとまだあの未定的なところはあるんですけど、一応予定としては、タイミングが合えば、リアルインタビューをしようかなと、まあ、最悪ズームかなと思いますね、で、はい、でやらせていただくことに一応今のところなってる感じでございまして、はいはい、だから逆にぜひね、あの劇場で、はい、あの大岩地君、あ、そうですよね、はい、見てみたい、多分今年の10月に1周年かな、あ、大岩地君のほうがね、はいはいはい、で、まあ、あのそこでやりますので、うんうん、では勉強で、はい、ぜひ大岩地君は結構見やすいあのスクリーンなのでね、そうそうそう、はい、まあ劇場自体はね、うん、50席ぐらいだと、そうそうそう、そんなに大きくないんで、はい、うん、すごいいい劇場なので、うん、ですです、あのぜひ劇場の方、はい、来ていただいて、はい、見ていただければと思います、はい、という感じでございますね、結構一押しです、はい、はい、もうなかなか珍しいね、あのもうね、松村さんがこんな力強く一押しする作品って最近なかなかなかったけど、俺あんまり ストーリーがどうのこうのってあんまりないんでおっ、こう来たかとかな、ね、っていうのが好きなんです、はいはいはい、あ、このロングショットできない、ここにアップっていう、なるほどね、あ、なるほど、っていうのが結構好き、まあそうっすよね、うん、まあそういう楽しみ方をする方ぜひこの、カオルの葬式、はい、着目していただければと思います、はい、まあうまいこと言ったら、次回、私が、インタビューをしてるかもしれないです、はい、はい、ということで来週楽しみにしててください、はい、はい、ということで、今日は映画の映画カオルの葬式の、宣伝をしに松村さん来ていただきました、ありがとうございました、はい、はい、じゃあ行くよ、中之島映画祭情報、西園さん、はい、西園さんでございます、はい、はい、ですね、今日はですね、うん、中之島映画祭で審査してますけども、うん、はい、その審査についてちょっとお話しさせてもらおうかなと、お、審査員、うん、誰でもなれます前もその話すごい熱弁してたよ、はい、も、映画が好きやっていう人であれば、うん、審査員になります、うん、ただし、うん、ルールがあります、はい、ルールは守ってもらわないとダメなので、そうですね、ルールを守っていただけるなら誰でもなれます、はいはい、でそのルールをちょっと説明しようかなと思いました、まず第一にですね、うん、作品は必ず倍速などで見ないこと、うん、これ大事やねんけどね、大事なんです、本当大事なんです、やっぱりね、うん、映画作る時って本当下手したら1秒の10分の1秒もうものすごく意識して編集してるわけじゃないですか、そのタイミングを見るためにも、うん、絶対に倍速とか 1.5 倍速とかでは見てはダメですっていうのがまずルールで、うんうん、でそれとまあできれば全作品見てほしい、なるほど、まあそうね、で応募数去年で言ったら238本あったんです、うん、で総尺数で言いますと150時間あります150時間、1日2時間見ても75日かかりますなんせギャラも何も出ませんから、はいはいはい、仕事ではありませんので皆さん仕事しながら、家庭のことをしながらプライベートをしながら空いた時間で作品を見てもらうというのでちょっとかなり大変ですただ一次審査はまあ、大体5人ぐらいの人間が全作品見て、うん、でそこから大体30から40ぐらいを選んで、うん、で二次審査からはその30本から40本を見てもらってもいいという形でもやってます、うん、なるほどなるほど、はい、なかなかね全作品見るっていうのはかなり敷居が高いんで、高いですね、はい、でそれとですね、うん、3つ目が審査で見た作品についての評価であったりとか、うんうんうん、感想であったりとかを発表するまでには絶対に言ってはいけません、うん、SNS で見たのに、はい、で面白かったか面白かったって言ってしまってはダメです、うん、ダメですね、絶対ダメです、まあ劇場公開されててそれで見たっていうんであればあれかもしれないですけど、うん、基本あんまりされてないので、うん、
やっぱり我々が最終的に上映作品を発表するまでは一切言ってはダメです。で、落ちてしまった作品についても触れてもダメです、うん、何が来てるかっていうことを発表してますので、そうですね、はい、でそれも絶対に言ってはダメです、はい、ですからまあ、いろんなルールがありますけど、うん、まあ、その3つは絶対に守ってるよっていう人なら誰でもなれます、うん、はい、そうなんですよね、もうついついね、そう当たり前のことなんやけど言いたくなってしまうのが人間なんで、まあまあね、やっぱり面白くってつい人に話したくなるっていう気持ちすごくわかるんですけど、あえて我慢してください。そうですね、もう審査員同士でしか話せない。そうですね、審査員同士ではまた話するのは別に構わないと思います、うん、ただ SNS とか全然違う人間であったりとか、またその作品の監督さんとかに見たよとかいうのはなしです、うん、なしですね、本当になしです、うん、本当ね、ほんのちょっとの差で選ばれる選ばれないっていうことになるので、うん、そこを前もって何か言うと、ほらやっぱり影響がありますし、いや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 、そうですそうです、まあ何よりね、そのやっぱそう託してくれてる監督さんたちに対してね、そう失礼があっちゃいけないというか、うんうん、やっぱり映画祭ってなんだかんだ言いながら映画祭を作るぞって言ったってできないって、はい、制作者の人たちがその託してくれるっていうことがないとね、はい、でその安心して託すためにはやっぱりその部分その、評価について審査員が SNS でいいや悪いやを言うっていうのはもうちょっとね、やっぱり信用できなくなっちゃうし、はい、うん、その信頼に対してね、変な返し方をしてしまうってことなんで、はい、まあ、ぜひぜひ、はい、やってほしいけどこれだけは守ってほしいんですね、はい、それができない人はもう、うん、もう絶対ダメです、はいはいはい、だから、やりたいですって手を挙げる人は今言ったこの3つの条件をね、私は飲みますという前提でやりますと、はい、言ってきてくださいという話で、審査員はいつも募集してます、映画好きさんもね、あれもうね、あと1週間で、はい、第23回中野島映画祭の、作品募集終了します、締め切りですね、はい、まだ1週間あります、はい、大概残り1週間でガバッと増えますので皆さん遅れないように、はい、ぜひぜひ応募したいなと思ってる人はこの1週間の間にお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、中之島映画祭情報でした。ありがとうございました。はい、続きまして夢人情報でございますね、はい、今週の、はいはい、ひなありますか。ひなさんですね、12月7日土曜日、うん、来週ですね、はい、ライブ出ます。その緩い言い方ななみぽんずちゃんというアナソロのね、はい、アイドルちゃんの、バースデーイベントがありまして、うん、はい、そちらにお邪魔させていただくことになっております。時間等は多分もう出てると思うんですが、ちょっと今は分かりませんが、はい、お昼ぐらいの時間でお願いしますって言ってるからお昼ぐらいに出ますなので、はいはい、ちょっと久しぶりのライブなんですけども、はい、楽しみます。はい、楽しんでください、はい、皆さん、はい、本人楽しむらしいんで、はい、急に来たよ急にって。ちょっとなんかもうホンミリンとさ、もう疲れてるわ。俺ホンミリン入ってんちゃうか。ホンミリン飲んでるんちゃう。入れた。はい。でございます。はい、お願いします。そしてですね、はい、11月30日、今日ですね、今日から、元町映画館で、以前ご紹介させていただいた映画、うん、悠々の君への、上映が始まります、はい、ぜひね、脅迫症ですね、脅迫神経症の、主人公が、友人と一緒に、まあ、その何て言うか苦しみを、まあ、分かち合いながらですね、青春を過ごすお話なんで、で監督の実体験をもとにということなんですが、なんか俺がさすごいこうお父さんみたいな気持ちになってさ、すごい優しくインタビューしててんけど、めっちゃ一人でめっちゃハキハキと舞台挨拶したはったっていうのを聞いて、なんかお父さんちょっと複雑な気持ちで、うん、
頑張れっていう気持ちはあんねんけど、もうできんねんやんみたいな。なんかね、遠くに行っちゃったなみたいな。いや、最初から近くにおれへんねんけどね。まあまあそんな感じなんですけども、うん、まあまあそれはまあさておいて、うん、まあ作品はね、はい、そういう形で上映されますので、ぜひ見に行っていただければなと思います。はい、はい、そしてですね、これ私ね、あの1個あのこれは伝えておきたいなというのがありまして、来週金曜日です、12月6日の金曜日に、大正区役所の中にある、大正区民ホールってところで、人権展っていうのが開かれてまして、でその中で私その6日の19時から、トークをします。あら、でこれがですね、私あの新作、まあ映画あの、まあ、この間撮り終わったりするんですけど、指先の空っていう新作の作品があるんですけど、でこの指先の空っていうのはね、あのいわゆるその SNS、 今の SNS のあり方ってどうなんだっていうことをちょっと問うような内容なんですよね。だから、SNS 上でいろんな誹謗中傷が行われたり、あのいろんな嘘もありゃ本間もありゃで、その中で命を落としていく人たちがいたりとかっていうことが現実としてあるので、そういうことってどうなんだろうっていうのを問う作品なんですよね。で、この人権展ではその SNS の上で の、 その人権ってどうやって守られるのかなみたいな話を、ちょっとまたあの、トークゲストの方と一緒にですね、2人でお話をさせていただくということをやりますので、よろしかったらあの大正区役所、の方でやりますから、ぜひ見に来ていただけたらなというふうに思っております。はい、はい、よろしくお願いします。はい、で、もう一個が、映画情報なんですけれども、まあまあ、これね、もう最近俺思ってんねん、なんか、あの俺の作品情報っていうよりマテリアル の、 の上映情報かなっていうふうに思ってきてるんですけど、はい、ショートムービータイム、マテリアルショートムービータイムで、日浦明宏作品がですね、まず12月4日、水曜日、20時45分からともるの上映がございます。そしてその次が12月12日木曜日に、19時30分から、僕だけのフライミートザムーンと大きな木になりたいの上映ございます。そして、12月26日もう師走も押し迫ってますけども、クリスマス翌日でございますね、はい、木曜日に、19時30分からともるの上映がございます。これがまあそれぞれ、チケット1100円にプラスバンドリンクでご覧いただけますので、谷町4丁目歩いて 8分ぐらいかな、のところにありますので、ぜひ、見に行っていただければなと思っております。やっぱり大画面で見るのはいいですよ。いやいや本当にそう、ね、あの画面ってなんかそのこんなちっこいのとか、そうあのタブレットでこれぐらいのやつとかね、そんなんじゃなくて、でしかもあの40インチとか50インチとかでもなく、うん、あのあそこ150インチありますから、すごい近いから、ものすごい迫力が、そうめちゃめちゃでかく見えるんで、はい、しかも部屋いっぱいでね、うん、あの画面が部屋いっぱいなんで、あのすごい大きく見えるんですよね、うん、はい、ぜひそういうところで、映画見ていただきたいと思いますので、はい、ご覧いただければと思います。はい、はい、ということで夢人情報でした。はい、ということでエンディングでございます。はい、なんか今日すごいバタバタしてる感じがするんですけど、編集大変ね。今日マジで編集大変。はい、頑張りますよ。パーツパーツ、いや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 、もう本当にその元凶がバラすな、これもうほんま鈴木映画にせよ、これ言うたった言うたった。はい、まあ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 あれですけどね、あの面白いまた映画をね紹介していただきましたしね、はい、何より僕らは、何本ミリの日と、うん、シルバーラブでちょっと盛り上がりすぎたんで疲れましたね、酔っ払った、はい、話に酔っ払っちゃったんですね、今日はね、はい、皆さんあのくれぐれも本ミリの飲みすぎには注意をしていただいて、はい、であと本ミリを飲みながら、バロットはやめてください、はい、また中島交渉ネタですね。
なんか最近俺中島コーション逃げてるな、はい、大好きやな、はい、大好きやね、まあ、来週また中島コーション、はい、今度はどんな話なんでしょうか、はい、はい、楽しみにしててください。ということで今週はこれで終わります。ありがとうございました。